見せるんだって。これ見せるの？もう綺麗じゃん。なんかあの前歯先生編の並び。これ、うん、まだわかんないよこれ。本当もうダメだよこれ。そんなことない。まだ横が生えかんないとわかんないってこれぐらいじゃ。なんか斜めなってる。だってまあ斜めにはなってるけど、もともと斜めに生える歯だから。え、そうなんですか？うん。まっすぐじゃないの？まっすぐには生えてこないからこの歯は。前の歯ってこういうふうに歯の字で斜めに生えてくるから。でだんだんこうくっついてくるんで。ああなるほど、ね。初めからまっすぐ入るわけがない。じゃないんだ。いつもこうやめて。ここ出てる。高いからあれ強なんだっけ？矯正。うん。だって矯正病気じゃないんだから、ちょっと下並んでるんだし。並んで。下並んでるんだから。上はまだまだ見てないですよ。下も並ばないんだとしょうがないけど。あ、よかったよかったね。まだこの辺が抜けないと。うるさいしね。そう、うるさい。ママ痛いんだよ。もう押す。矯正はだって、押しても治らないってこれは。え、本当ですか？あ、今押しても治らないです、これは。歯が大きいからね。うん、おかしいね、態度は小さいのに歯がでかいんだよね。反対じゃないですか。受けてるじゃん、お母さん。ちゃんと大きく言ったよ。まあ、あの強制はね、どっちかって言うとこう人側に言われてやるもんじゃないから。そうですよね。まあ、やっぱりある程度大人になって思春期迎えて、そういうことで相談に乗るっていうことなんだから。噛み合わせがずれてるわけじゃないから、待ってれば待ってるほどいい方向に行くから。本当ですか？一体並ぶかどうかはそれは分かんないよ。それは誰にも分かんないけど、とりあえず結果見てからそれに対して何かすればいいんじゃないの？そうでしょうね。うん。下は並んでるから。あれ、1個足りないでしょうね、下ね。そうそう。だからあれ、あのいいね、下も。でもその分大きいしね。うん。うん、楽しみにしてたんだよ。やった、土曜日。あ、本当？ありがとね。ありがとね。うん、平行紙も大丈夫そうですね。美容ちゃん怖かなかった？ん？大丈夫だった？大丈夫だね。なんかグラグラのあるのよね。そうだね。私も会わなきゃ。一応きれいにしときました。ここはもうちょっと、まあ歯並びは分かんないね、まだね。よいしょ。並ばないか、前の2本が並ばないから。この2本がもう全部ダメだね。なんとか並んでるし。並んでるんだけど、ちょっとあのまっすぐじゃないの。このまま大人になるわけじゃないから、顎も大きくなるし、まだまだ動いてくるから。先生、日本でもあるの？あのなんかプラスチックだけさ、こうつけて、あのリニアかなって言うんだけど、あのあれ、その漂白っていうか、エステ、デンタルエステ、エステじゃなくて、エステじゃなくて、そういうあの
ワイヤーの方じゃなくて。あやってるよ。あ本当ですか。でもそれは大雑把に、うんうん、あの歯がちょっと引っ込んでるとか大雑把にやるんだけど、大雑把なものはそういうのでやるんだけど、あのちゃんとしたのはやっぱり最後はワイヤーできちんと。あなんかご飯食べるときだけかあの外して、そういうのあるよ。そう外して、うん、成長の途中とかそんなに歯並びがこう全部直さなくていいとかね、うん、歯並びを直す段階でそういうこともやることもあるし、いろいろだよね。あれ全部あれ保険効かないよね。もちろんもちろん保険効かない。日本高すぎるのね。え日本高い。日本は高いね、うん、僕ね、多分ね、うん、10万で済むの、あのワイヤーの、うん、終わるまで、うん、日本だと60万から120万ぐらいか、うん、いけたね。